それで完全前になるんですね。そうですね。あー、なった。すごい。みるみるランド。ミスティックさんの近畿車種レジストローなんですけれどもね、新しいタイプが出たということでね、ちょっといろいろ伺っていきたいと思います。はい、はい、ミスティックの坂田さんにちょっと登場していただきます。よろしくお願いします。坂田さんです。ということでね、新しい今までの車両をちょっとまず見ていただいて、それからですね、こちらの新車両を説明していただきたいと思います。はいはい、こちらが普通の今までのレジストロですね。はい、人気のレジストロ。そう、超人気のレジストロ。で、ね、はい、で中が、はい、はい、横向きシート、ね。そうですよね、横向きシートが、はい。この辺ぐらいからちょっと見ていただくと。はい。はい、広々した感じですよね。はい、こんな感じの横向きシートになっています。はい、感じなんですよね。まあ、使い勝手もね、実際いいですし、パッとこう乗り降りなどもしやすいので、はい、人気のあるこの横向きのレイアウトなんですけれども、まあ、一部のお客様からちょっといろいろご要望なんかもありましたので、じゃあそのちょっとご要望を叶えるべく、うちの方からこういうのどうですかってやったのが、こちらの新提案。新提案ということで、どんな要望があったのかちょっとお伺いしてもいいですか。はい、チャイルドシートを、はい、ちゃんと前向きにそうですか。で、できるだけお子さんの安全性も、ね、大人ばっかり楽しんでるじゃなくて、楽しい中でもちゃんとお子さんたちの安全もキープしながら、みんなで楽しみたいっていう方たち向けにちゃんと前向きに行って座っていただけると、はい、このね、横向きだったのが、はい、対面になったっていうところがすごい新しいですよね。そうですね。でもちろん椅子を切り替えていただければセカンドが前向きでシートをあれできます、ね、なるんですね。はい、ちょっとスムーズに操作ができなくて、まだ新人なもので、なんかちょっとハードルが高くて、今自分でハードル上げちゃったのかなと思って、ちょっとドキドキしてますけど、ちょっとごそごそやってみたいと思います。一回カットしてもらった編集しますんで大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとやってみましょう。はい、お願いします。それで完全前になるんですね。そうですね。あー、なった。すごい。時間かかってごめんなさい。いえいえ、すごい。スムーズに早くできます。慣れだと思います。いや、正直言って初めてやりました。ですよね、はい、初めて。もうバレバレですよね。はい、こんな感じで前向きに展開できますよ、はい、ということですね。そうですね。で、実際初めて説明書も見ずにやったんですけれども、まあ、スライドで一回椅子下げてもらって、シートバッグをクッション化する動きをしっかりやってもらえれば、今みたいにごちゃごちゃまごまごしないで、逆にストラップ引っ張ってもらえれば、みんなクルンクルンと、それなりにしか動きませんから、ちょっと日常大工というような方とか、こういうものに理解度の深い方には簡単に操作していただける椅子だと思います。初めてでここまでできましたので多分大丈夫です。はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。後ろも結構この状態でも広さはありますね。そうですね。後ろもこれで座れるんですか。そうですね。ただ走行中ではちょっとありえないですよね。実際店員考えちゃってシートベルトの装着口だと思います。そうですね。はい、はい、走行は4名ですね。ミルミルランドレジストロー。レジストローかっこいいですね。前向きシート、ああ、やっぱりいいですね。はい、こちらレジストロー440万円ですね。4人乗りということで、4人就寝でお子様2人ですね。この中がいいよね。そうなんですよ。山小屋風のね。山小屋なんてますよ。で、向かい合って座れるタイプの車内。そしてこちら、こっちもレジストロです。なんかそろそろ。ピクシストラップベース。私だったらピクシスがベース車両になります。同じです。そうです。こっちがレジストラアウル。ああ、そういうことです。はい、ライトエースですね。お値段500ちょい。
ちょい。ざっくりちょい。はい。こっちはもうね、がっつりキャブコーンって感じの室内。広いです。ゆとりがある広い室内で。で、後ろに木っていうタイプです。